始まるよ。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日はね、昨日出たアプリがちょっとありまして、そらかとか小学生向けになんと YouTube が YouTube Kids っていうの、なのでちょっとこれからそれを紹介したいと思います。まず YouTube Kids アプリから、この概要欄から下からねダウンロードしてもらえるように概要欄に貼っておきます。で、開いてダウンロードしてもらうと、まずこういう画面が出てきます。 YouTube Kids へようこそ、保護者の方々へというね案内が出てくるので、まあ初めにと押してもらって、で、あなたの生まれた年を入力してください。まあこれはあのお子さんの年、そらかだと2010年かな。これは、まあ、普通に設定していきます。で、必ず保護者の方が先に住むには、まあこれここ以上はちっちゃい子が触れないように、漢字で書いてありますんで、それを入力してください。8436かな、ここはね。で、これいろいろこう YouTube コンテンツについて説明してくれますね。こういうキッズはこういうのですよと、ブロック、ブロック報告をすると、子供に悪影響なら見れないよとかね、そういうのがあります。で、お子様に適した動画、ピカチュウとか出てくるよってことだ ね。で、これ検索は、検索機能については子供に見て、あの YouTube の方で、フィルターをかけたものが、そのまま検索できるのかね、どうかっていうのを、これをオンにするかオフにするかね、これを基本的にはオンにしといた方がいいと思います。そうすると、設定が完了しましたと。で、細かい、設定についてはこの右下にある鍵マークを押してください。で、また上に漢字があるんで、これを押すと3901ですね、今回の場合は。これ毎回違います。で、まあログインは自分のねアカウントがある方は、ログインしてください。で、こうタイマーですね、重要なのはこのタイマーを押してもらって、これ毎回絶対やんなきゃダメですね。毎回必ずタイマーっていうのを、うちは30分で設定してるので、これが例えばこう90分だったり100分だったり、まあ、なったりします。はうちは30分しか YouTube 見せないって決めてるので、基本的に30分で設定、これタイマーを開始、ここからも30分がスタートして、右上の方に今ちらってましたね。で、そうするといろんなコンテンツがこう、ね、子供用のコンテンツがこういろいろ出てくると。もちろんムービーそらかさんもこれでコンテンツにはちゃんと引っかかるようになってます、っていうか多分引っかかります。で、いろんな子供のコンテンツがこう出てくると、いうね、まあヒカキンさんなんかも出てくるし、ハヌちゃんとアキラちゃんとかも出てくるし、太陽チャンネルさんとかね、ココロマンさんも多分これ出てきますので、まあある程度子供さんのね動画は見れると思います。好きな動画、好きな動画いっぱい出てきますね。はい、ということで今日はあの YouTube 見たばっかりですが紹介させていただきました。まあね、最近動画を見せて子育てとかいうのはあるんですが、ちゃんとしっかりね、こう音楽なら音楽とかね、こうアニメならアニメ、時間を決めてやるのはいいんじゃないかなと思っております。まあ、詳しいことは下の概要欄からお願いいたします。お願いします。そらかさんは今日30分見てしまったので、もう今日は見るわ。チェーンチェーンチェーン。でもゆうたは見るわ。ゆうたは見ます、後で。あったでって言ったら見せてもらえばダメです。ヒュミー。はーい、じゃあまた次回お会いしましょう。また見てねー。また見てねー。シュミシュミー。ダメー。